イスズガーラ、イスズガーラ、イスズガーラは J バスが製造し、イスズ自動車が販売している観光、高速路線用大型バス車両である。1996年にスーパークルーザーの後継者として発売開始。その後、イスズ自動車と日野自動車のバス製造事業が統合され、2005年8月22日に日野、セレガとの統合モデルとしてフルモデルチェンシ、 新発売となった。統合モデルであるので、両者の見た目の変化は少ない。1996年にスーパークルーザーをフルモデルチェンジして登場。純正ボディはイスズバス製造製。エンジンはスーパークルーザーから継承された V10 の10ペイチ H 型と10ペイチ N 型と12ペイチ C 型を12メートル車に搭載。さらに、 V8 の8 p 1 S 型搭載9メートル車も LV7 系に改め、イスズ P 系エンジンフルラインナップでバス搭載を果てた。形式は V10 の10 p 1型エンジンモデルが KCLV781R1 または KCLV781N1 で V12 の12 p 1型エンジン搭載モデルが KCLV782R1。 V8 の8ペイ1型エンジン搭載モデルが、KCLV780H1 となる。9メートル級については、ガーラ以前のモデルからクラス唯一の V8 となっており、駆動系は、路線バスキュービック LV の V8 搭載車とも、共通で、変速機は、アド5速であった。1997年12月には、日本の観光バスでは初めて、 エアバッグを標準装備した。ラインナップは全長12メートル級が3種類、9メートル級が1種類、2000年に平成11年排出ガス規制に合わせてマイナーチェンジが行われ、通称ガーラ2000と呼ばれるモデルになる。外観上の変更点はヘッドランプベゼルの色がグレーメタリックになったこと、後部のテールランプがリアウィンドウの下からバンパー内に移ったことである。 ただし、多くの車両は、リアウィンドウの下にもテールランプがあり、テールランプを増設した形になる。エンジンは12ペイ1から新 V8.8TD1 型に、乾燥、8TD1S 型と 8TD1C 型、8TD1N 型と10ペイ 1S 型という、展開になる。8TD1S 型の480馬力は、国産観光バスとしては、 最強のエンジン出力である。V8 エンジン搭載モデルが高馬力、標準馬力仕様となり、V10 エンジン搭載モデルが低馬力仕様となる。形式は新 V8 の 8TD1 型、エンジン搭載モデルが、キロリットル LV774R2 となり、V10 の10ペイ1型エンジンモデルが、キロリットル LV781R2 で、8ペイ1型エンジン9メートル車が、 キロリットル LV780H2 となる。なお、今回から、ガーラ GHD は、高出力の 8TD1 型エンジンのみの設定となっており、低馬力仕様の V10 搭載車は設定されていない。2004年、イスズと日野のバス製造事業統合により、イスズバス製造は、J バスへ移行したが、LV7 系はそのまま、旧イスズバス製造の工場、J バス、 宇都宮事業所で2005年8月の生産終わりまで製造された。上記のイスズバス製造製純正ボディの他に存在した同型車シ,シのモデル、純正以外のボディではエアバッグは装備されなかった。軽視、規制車、キロリットル。規制車は指定メーカーのイスズバス製造の車体を仮装する例が多いものの2003年3月までの製造車には 富士重工業の仮想例も見られる。この場合、KC- マイナス車が17型 M、または S に、ヤサカ観光及びトート観光には1998年まで15型、HD に、キロリットルマイナス車が21型 M、または S、トート観光には17型 M が仮想された。2005年8月の生産終了までは、西日本車体工業の仮想例があり、92MC。 C 型などが仮装され、西日本を中心に多く見られる。西鉄グループを、はじめ、イブ交通や JR 九州バス、貸切車、南国交通、エアポートシャトルに採用された。ただし1998年までは、スーパークルーザーのシャーシが仮装されていた。2001年から、伊須津の中国現地法人公衆伊須津、公衆議社と伊須津の合弁でも製造され、 高周製のガーラは、高周ガラと呼ばれる。エンジンは当初、V10 の10ペイチを搭載したが、後に、磁気力ターボインタークーラー付きの 6SD1、6SE1 に変更されている。トランスミッションは6速、MT で、アクトとロッド式が設定されている。一方で、エアロバス同様に、現地ボディメーカーによってコピーされた類似者が多数、製造されており、中には、イスズとは、 無関係にもかかわらず、堂々と、イスズとロゴを入れているものもある。広州イスズも当初は、現地部品調達の必要性から、ガーラと同一ボディではなく、エアロバスのコピー同然のボディを仮装していた。広州製ガーラのラインナップ、前述のように、イスズ自動車と日野自動車のバス製造事業統合により、日野、セレガとの統合車種となった。製造は、 二社合同資本の J バスの小松事業所、旧日野車体工業で行われていい。日野自動車が開発を行っているため、実質日野、セレガのフルモデルチェンジ車であると言える。セレガとの違いは、外装の際で判断できる。フロントガラス下のガーニッシュの違い、側面の J ピラーの違い、セレガはあり、ガーラは無、リアガラスの形状、セレガは一枚窓。 ガーラは仙台を引き継ぐ左右に分かれた2枚の小窓の違いなど。ただし、各社の仕様によっては、ガーラとセレガの外装が同じになる場合があるため、一概には言えない。また、標準とは異なる例外仕様も見受けられ、社名ロゴやメーカーアップデートを見ないと判別できない場合もある。詳しい社種説明は、日のセレガセレガ2代目を参照のこと。 2005年8月22日にフルモデルチェンジした。エンジンは、日野自動車製 E13C 型、時期 6Ti、338kW イコール 460PS もしくは 279kW イコール 380PS。ハイデッカー Q は、日野自動車製 J08E 型、時期 6Ti、199kW イコール 270PS。 原則機は他メーカーと同様に、アドロックとなった。このモデルから、西日本車体工業への仮想は、取りやめとなった。ラインナップ、2006年7月5日、9メートルタイプを除き、PKG-RU 1 GEK となった。前、モデルと同形式の E13CE 型、磁気録 TI。 338kW イコール 460PS もしくは 279kW イコール 380PS をベースに平成27年重量車燃費基準と PM のみ10%低減量率したものに改良した。その他、変速機や外観などにおいても際は、ほとんどなく燃費基準達成者という緑色のステッカーが貼り付けてあれば、このモデルであると識別可能である。 ラインナップ2010年8月4日にマイナーチェンジを行い12メートル車はエンジンを日野自動車製 ETX 型 e t x ー型から日野自動車製 ET6ETI にそれぞれ換装され平成21年ポスト新長期排出ガス規制に適合し前モデルと同様に平成27年重量車燃費基準を達成したまたハイデッカーは エンジンが日野自動車製 J086 型から J088 に換装され GVW 車両総重量12トン長車が平成21年排出ガス規制に GVW12 トン以下車が平成22年排出ガス規制にそれぞれ適合した。車間制御クルーズ、衝突被害軽減ブレーキ、車間距離警報装置が標準化されたためフロントに ミリ波レーダー照射装置が取り付けられて6キューブのデザインが変わり、さらに12メートル車では後輪とルーバーの間に尿素水注入口があるため、この点で見分けがつく。また、この台の途中からセレガのリミテッドエディションに相当する HDVP がカタログから姿を消している。ラインナップ2012年6月15日、2012年7月2日に、 シリーズ全体をマイナーチェンジして発売されることが発表され、12メートル車の 360PS エンジン搭載車は、日野自動車製 ETI から重量車モード燃費値が重量車燃費基準値より20%以上向上しなおかつ小型化された、日野自動車製 ET8 型エンジン 8900cc 360PS160kgM に換装されると同時に、 日野自動車製 a 0九 c 型エジン搭載車には7速 MT が標準装備となった。前車に VSC 横滑り防止装置が標準装備となる。また2012年7月施行のシート並びにシートベルトに関する保安基準に適合する。なお、h d q ハイデッカー Q の形式名の変更は行われない。ラインナップ。 2014年4月1日にマイナーチェンジを実施。日野自動車製 ET-6 エンジン搭載車も日野自動車製 a 0 q c エンジン搭載車同様に、重量車モード燃費値が重量車燃費基準値より10%以上向上し、平成27度燃費基準値プラス10%達成者となったと同時に、日野自動車製 ET-6 エンジン搭載車の形式も QRG。 RU1EK となった。日野自動車製 ET6 エンジン搭載車と日野自動車製 a 0 q c エンジン搭載車は、燃点加弁を追加したことで、DPR、e、クリーナーが改良された。安全装備に関する改良が行われ、衝突被害軽減ブレーキが、先行車に対する追と回避支援機能を追加した上で改良されたと同時に2014年1月から、 適用される衝突被害軽減ブレーキの新基準に適合したほか、2015年8月から適用される車線逸脱警報装置の新基準に伴う車線逸脱警報とドライバーモニターが標準装備となった。また、この台よりレンカ版である HDVP が復活した。なお、日野自動車製 A09C エンジン搭載車並びに HDQ。 ハイデッカー Q の形式名の変更は行われない。2015年2月20日付制定。2015年4月登録分より適用開始。平成21年排出ガス規制 NOXPM10% 以上低減適合かつ、平成27年度燃費基準プラス15%以上達成者。2017年6月22日に、 平成28年排出ガス規制に適合したマイナーチェンジを発表し、7月3日より発売された。衝突被害軽減ブレーキの改良が行われ、停止車両や歩行者に対しても衝突回避を支援する機能が追加された。日野自動車製 e t スエンジン搭載車は、平成27年度重量車燃費基準プラス10%を日野自動車製。 A09C エンジン搭載車は平成27年度重量車燃費基準プラス15%をそれぞれ達成した。トランスミッションは FF シフトのままで変更はない。HD9、ハイデッカー9は搭載エンジンが日野自動車製 J08C 型から日野自動車製自家 4A05CTCA53 型に変更され、トランスミッションはセレクターがダイヤル式の7足、 AMT シフトを採用し、GVW12 と3カ社は、平成27年度重量車燃費基準を達成した。なお、プロシフトは、商標権の関係からつかない。メーターは7インチの液晶を排した新型に、変更された。ステアリングホイールも4本に変更され、ステアリングスイッチを装備する。室内灯や、社服灯も LED に変更された。 セルガに装備される ICT サービス機能は装備されない。LVK 時代の純正ボディは、イスズバス製造、J バス、宇都宮事業所で仮装されていたが、RUK になってからのボディ仮装は、J バス、小松事業所のみで仮装されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。